はい、皆さんこんばんは、する気でございます。はい、ということでございまして、こちら HHKB スタジオでございます。もうこいつをね、買ってから約1ヶ月経ちました。で、先日ですね、びっくりすることが起きました。私の X ツイッターですね、旧ツイッターの方に、なんとこの HHKB スタジオを販売されております BFU 様の中の人がご連絡をしてくださいました。ありがとうございます。直接ですね、ご連絡いただきまして、先日の土曜日にですね、ぜひ直接オンラインつないで、ご感想をお聞きしたいということで答えさせていただきました。ありがとうございます。直接中の人とお話しするってなかなかないからね。いろんなことを教えていただきました。で、僕の方の感想もお伝えしたっていうところになってくるんですけれども、その際にですね、ぜひちょっと使っていただきたいんで、ちょっと物をお送りさせていただきますっていうことで、いただきました。ありがとうございます。今日ね、HHKB スタジオの方の、キーアサイン、これね、キーマップを、キーマップ変更ツールというものがあって、ここのキーをね、すべて変えられるんですよ。すべて変えられる。それを私が1ヶ月使ってきて、今はこういう状態だよっていうところをお話ししていきたいと思うんですけれども、その前にこれを開けさせてください。まだ開けてないの、未開封なの。シアコさんが動画で開けろと。まあそうだよ。ということで、ちょっとまずはこれを開けさせていただきます。本当ありがとうございます。さあ、じゃあ、ちょっと何が入ってる？一応私が、お話しさせていただいている中で聞いてたのは、キーキャップ抜き、キートップ抜き、っていうことでおっしゃられてたんですけれども、なんかね、それだけじゃないっぽいんだよね。重さ的に。では、まず一個。なんか、でかいのあんな。でかいのあんな。これ、あれだな。これ、あれだな。多分ね、T シャツだ。ほら来たー。よっと、ちょっと待って、ちょっと待って。おーい。HHKB スタジオの T シャツ。マジか。しまった。こういう時に着ておけよ。ここにハッピーハッキングキーボードって書いてるシャツを僕は買ったんだ。シャツというか、なんだあれは、パーカーじゃないな。買ったんだよ。よいしょ。おほほほほ。なるほどね。こうかな。こうですね。HHKB スタジオ。光ってます。光ってます。ここがね、接続の LED ですね。で、四隅光ってるのが、今回の目玉のジェスチャーパッドでございますね。いやー、嬉しいな。これちょっと着ようぜ。せーの。ぷいー。おほほぴったりです。ぴったりです。ありがとうございます。これ M か L か分かんなかったけど。ぴったりです。やっとせ。ちょっと冬だからちょっと寒いけど。ありがとうございます。で、あった。ありました。これだ。はい、キートップ抜きですね。T シャツは本当に効いてなかったから。おちょまかさんセスセスおちょまかさんセスよいしょ。聞いてなかったからびっくりでしたけども。おー。キートップ抜き。HHKB。かっこよす。かっこよす。これはちょっと袋に入れたままちょっとここに飾っとこう。飾らせていただきます。ということでございまして、以上でございます。ありがとうございます。これマジ嬉しい。これマジ嬉しい。いやー、本当に。結構ね、今ここでもありましたけど、ジェスチャーパッド。のところが、やっぱり、なかなか難しいところだと。販売されてる PFU さんでも、まだ使い方をどうしようか、どれが一番良かったのかというのを悩まれております。はい。なので、ぜひ、こう、お話をいろんな方に聞いていきたいんだということをおっしゃられてましたので、それにお答えする動画にも今日はなるかなと思っております。ということで、行ってみよう。さあ、ということで、じゃあ始めていきましょう。まず HHKB ね、
こういう形だったんですけれども、まあ普通のというか、まあ今までのハッピーハッキングキーボードのキー配列を踏襲したまま、ここにポインティングスティックっていうのがつきました。それがついたために、ここにマウスの右ボタン、左ボタンと真ん中ボタンがつきました。で、手前のところにジェスチャーパッドが2つと、横のところにも、こっちとこっちについているということでございますね。で、まあ、1ヶ月使ってみて、このあたりどうだったのかというと、僕もね、ジェスチャーパッドの使いどころが非常に悩ましい。で、デフォルトで右の縦と横はね、ホイル操作と、横はアプリの切り替えっていうのが設定されています。で、縦がマウスホイルですね。で、横はアプリの切り替えだから、オルトタブっていうのが設定されております。なんですけれども、僕はそこを、マウスホイルの左右、このマウスにはついてないんですけど、時々こう倒したら横にスライドしていくっていうマウスあるよね。あの機能を、この下のところに、ここに割り当ててます。なので、例えば Excel で使うときとかに、こう横長の表があったりすると、そこをスーッとできるようにしたんだけども、ちょっと微妙だった。うん。で、今日はですね、どういう視点でいくのかっていうと、私が普段仕事で使いまくってるんですけども、私のような普通のサラリーマン、まあ事務系ですね、がハッピーハッキングキーボードをカスタマイズするとこうなったっていう一例をお届けしたいかと思っております。で、今言ったように、私はサラリーマンで、普通の事務、以前はコールセンターというところだったので、そこもだったらまた違った使い方だったんですけども、今は本当に、まあ、総務系の事務になってるんですよ。なので、まあ、文書改定だとか、文書作成だとか、議事録作成とか、そういったもので、まあ言ったら、マイクロソフトのワード、エクセル、パワーポイント、こういったものを普段使っていく中で、どういう風になってるか。だから、ハッピーハッキングキーボードって、まあこれが特にそうですけど、プロフェッショナルね。とにかく文字を打つ人のために、まあ本当はプログラミングなんだけど、要は、打つために、特化したキーボードだったわけなんですが、今回からはさっきのようなジェスチャーパッドや、このポインティングデバイスがついたことによって、まあ、スタジオという名前もついてる通りですね、クリエイティブの方に、寄せたんですけども、さすがにね、僕、もうなんか最初からグダグダだけど、クリエイティブに使うには、なかなか難しいかなと思ってます。で、逆に僕みたいな、さっき言ってたサラリーマン、普通の、マイクロソフトのオフィス系のね、ソフトを使っていろいろされてるとか、そういった方にこそこれは向いてると思います。ちょっと前置きが長くなったんですけども、じゃあ私がどういう風に使っているのかというのをお見せしましょう。で、見ていただくのがこれでございます。はい、これがハッピーハッキングキーボードのキーマップ変更ツールというものになります。で、私の以前のこいつは優先タイプになりまして、これはちょっとね、このキーマップ変更に対応してないんですけれども、今出ているハッピーハッキングキーボードのハイブリッドっていうものに関してはこれが対応してます。で、当然スタジオの方も対応してるということなんで、これによってキーをね、いろいろ変更して使うことができるというふうになっております。で、今、私のキーマップがどうなっているのかというと、こういうふうになってます。これが、今の、ここの、ピコピコってなってるとこね。プロファイル1って書いてあるところ。ここで、まずプロファイルというものを4つ切り替えられます。で、これは要はキーマッピングのセットが4個あると思ってもらえばいいかなと思います。で、プロファイル1にもともと Windows 用のキーマップが入ってます。で、プロファイル2に Mac 用のキーセットが入っているという風になっているんですけれども、で、さらにその中で標準、FN1、FN2、FN3 という風になっているのが、標準っていうのはもう何も押さない状態で打鍵した時に聞くボタン。で、FN1 っていうのが、このキーの中に FN1 っていうボタンがあるんですよね、ここに。あ、見えるかな。キーボードの一番左下ですね。FN1 っていうキーがあるんですけども、この FN1 を押しながら押すボタン。
で、FN2 っていうのがちょうどキーボードの真ん中ですね。の一番下ですね。に FN2 っていうボタンがあるんですけども、これを押した時に聞くボタンっていう風になってます。だからパソコンによってプロファイル1、プロファイル2、プロファイル3、プロファイル4っていうのがあって、さらにその中で FN1 を押しながら、FN2 を押しながら、FN3 を押しながらっていうので、またそれぞれに面が用意されているということなんですけれども、まずはこのプロファイル1から見ていただきましょう。これが私が仕事上で使っている Windows の設定になっています。で、標準、まあ、さっきのファンクションキー、FN キーを何も押さない状態の時は何もいじってません。はい。いじってないんですけども、ハッピーハッキングキーボードのキー配列ということで、こっちで説明しますが、ここにコントロールキーがついてるんですよ。これがすごく使いやすい。マジでこれが神。で、どういうことかっていうと、こう、ホームポジションでこうやって手を置いたときに、小指でコントロールが押せるんですよ。で、コントロール C、コントロール V っていう、一番よく使う、カット&ペースト。カット&ペーストがここ、小指とこの人差し指でできると。で、通常の、ちょっと他のキー出して申し訳ないんですけど、他のキーボード出して申し訳ないんですけど、コントロールキーね、ここなんですよ。一番左下にあるから、こうホームポジションに置いてた時に、手がこうなるんですよね。で、小指で押して C とかっていう、ちょっと下げるとか、そういった動きが必要なんだけど、ハッピーハッキングキーボードはここがコントロールだから、このまま押せると。いうことで、これもう僕のチャンネルで何回も言ってるから、もう大丈夫。皆さん、よくご存知かとは思うんですけども、それがまず一番いいのね。っていうところで、あんまりここは変えてないです。で、変えてるのはファンクション1。ここを大きく変えてます。が、ちょっとこれも微妙なんですよね、今。一個一個説明しましょう。まずファンクション1、FN1 のキーからいきましょう。FN1 のキーね、触ってるんですけど、あんまり使ってないかもしれない。ちょっとね、悩ましいとこなんですよ。で、まず一個一個説明すると、一番左上、今バツがついてるんですけど、ここ、エスケープです。エスケープキー。ファンクションを押しながらエスケープキーを押すと、これパワーオフなんですよね。で、普通にこのFN1 を押しながら何かを押すっていうキーが、ハッピーハッキングキーボードは昔から結構あるんですよ。こんだけちっちゃいからね。だから、例えば、その、普通のキーボードについてる、一番上についてる F1 から F10 までの、F12 までのキーっていうのは、ファンクションを押しながら数字のキーを押すことで再現できるんですけど、この時に誤ってファンクションを押しながらエスケープを押すっていうことがね、多々ある。そうすると、パワーオフの機能が割り当てられてるので、電源切れちゃうんですよ。っていうのがあったので、ここはその機能をオフにしました。だからファンクション1を押しながらエスケープをしても今何も効かない状態にしてます。で、そこから1個下行きまして、コントロールの右隣のキーですね。このキーを左、こっちを右。で、さらにその右がデリートという風にしています。ここちょっと熱く語らせていただきたい部分なんですけれども、ちょっと上からの画面で見ましょうか。キーボードはこういう状態で使ってると思うんですけど、で、普通、まあ、文字打つときはこれでいいんですけれども、さっき言ったみたいな私みたいなサラリーマンって、Excel だったり、Word だったりっていうのを、一から作成して文字で打つだけっていうわけではないので、必ずマウス使うんですよ。で、マウスを使って、コントロール、さっき言ったコントロール C とかコントロール V とか X とかコントロール R とか T とかっていうショートカットを左手で使うっていう使い方をするんですね。ってなった時に右半分のキーっていうのは手はマウスの方に行ってるので使えないんですよ。使う時はこうやるかこうやらないと右半分にあるキー押せないんですよ。だから例えば一番よく使うんだとするとプリントコントロール P ですね。コントロールと P。これはね、届かないです。だいぶしんどい。こういうのがあるので、基本的に、その、コントロールプラス右半分みたいなキーを、できるだけ左側に割り当てたいんですよ。っていうのがあって、さっき言ったコントロール P もまあよく使うんですけど、
ここにあるバックスペースとエンターキーですね。これもめちゃくちゃ使うので、これに関してはマウスのここにある第3ボタン、第4ボタン。これを使うことによって、僕はバックスペース、エンターキーという風に割り当てています。このバックスペースがね、かなり有効。マウスを使うにあたって。ぜひ皆さんもね、ここね、実践してみてほしい。めちゃくちゃ便利だから。で、普通こういうマウスを買うと、ここは戻ると進むなんですけど、戻ると進むってブラウザーでしか使わないんですよ。お仕事でブラウザー僕あんま使わないので、まあもちろん調べ物するときとかね、ありますよ。ありますけど、そうそう使わないから、どっちかっていうともうバックスペース。マウスで選んでバックスペースで消すとか、そういったことができるようにします。なんだけど、ここにバックスペースエンターはあるけど、他のキーも割り当てられないですね。全部使っちゃってるから。で、ここにね、デリートキーがあるんですよ。で、今ここバックスペースだけど、HHKB の場合はファンクション1押しながら、バックスペースでデリートキーになるんですね。なんだけど、押せないんですよ。こう思ってるから。こうしないといけなかった。今までずっとこうやってたの。うん。か、もうこう動かしてこうやってたんだけど、それを可能にしたのがさっきのキーアサインでございますよ。ここにデリートキーを持ってくることによって左手でファンクション1を押しながら、左下でファンクション1を押しながら D ボタンを押すとデリート。ここ合わせました。D がデリート。ファンクション D でデリート。で、その左横に右左の操作を入れていると。なので一応、まあ基本的にマウスを触ってるからマウスでこうやってやればいいんですけども、一文字だけ動かしたいとか、って言った時に、マウスだとちょっとこうクククってやらなきゃいけなかったりとか、意外とね、矢印キー使うことがあるので、その時にファンクションと AS で左右に動かせるようにしてます。で、ちょっと上下がないんですけど、上下がね、なんかね、ちょっとね、ファンクション1を小指で押しながらってやると、この縦の動きが難しくなっちゃって、ここで今、この3つのキーで精一杯かな。で、右側、白くなってますけども、ここですね。ここ、点キーにしております。で、ファンクション1が、この、今、0になってる右横にもファンクション1があるんですよ。ここを押しながら、ここが点キーになっているっていうことで、数字が打てるようにしています。この時は、これはマウスを使ってる時ではなくて、こうやって文字打ってる時ですね。に、ファンクションをしながら、数字がこれで打てるようにしていると。親指をこっち持ってきて、ファンクション1を押しながら数字を打つ。っていう風にしたんだけど、だけど、これがね、難しかった。やっぱりね、こうやって押すとね、打てない。打てるんだけど、こうやって打つよりも、普通に上に並んでるキーで打った方が早かった。うん。だから、数字ばっかり打つような業務があるとすると、そこはね、点キー別であった方がいいかもしれない。うん。ただ僕は今のところ、数字をたくさん打つっていうような業務がないので、どっちかっていうともう文章メインなので、今のこの設定でこと足りてます。で、この点キー設定したんだけど、あんま使ってない。あんまり使ってないし、なんだったらここ今ホーム、これですね。ここにホームボタンとエンドボタンあるんですけど、これもともとは、どこだっけ ?K と、この辺かな ?4 と1かな、そうだね。4と1。ここがホーム、こっちがエンドっていう風になってるんだけど、ここの方が使いやすいかもしれない。なので、ちょっとここのキーは今戻そうかどうか悩み中でございます。これで数字打ちやすいかなと思ったんだけど、意外とそうでもなかった。うん。という感じになっております。で、FN1 に関してはそれかな。で、FN2。で、FN2 は、さっきの点キーのところは全部消しちゃって、左側の左右のキーとデリートキーだけ残してます。で、FN2 のキーはどこかっていうと、キーボードの一番下のところ。マウスの左ボタン、右ボタンの真ん中ボタンですね。これを押しながら、左右とデリートキーが効くようになっておりますが、FN2 を押すのが僕の場合だいたい右手なので、まあ、あんまり使わないですね。どっちかっていうと FN1 を押しながら、
左右のキーとデリートキーを押してる方が多いです。で、ジェスチャーパッドですよ。で、ジェスチャーパッドなんですけど、ジェスチャーパッドもね、今はこの設定になっておりまして、右手の方ですね。右手の方は、さっき言ったマウスホイールの右左と縦ですね。を設定しております。が、ここをね、ちょっとね、その PFU さんとのね、お話の中でもお伝えさせていただいてたんですけども、ちょっとね、その、なんだろうな、動きがカクカクしているというか、何センチか、何ミリかかな？何ミリか動かすと、1ノック動くみたいな動作をするんですよ。だから、せっかくタッチバーなのに、アナログチックな動きじゃなくて、デジタルの動きしよるんですよ。っていうところから若干の違和感があって、ホイールもね、ちょっとね、使いづらい。そのマウスも言っても、こう、1ノッチ動かすっていうような動作なんですよね、これも。うん、だからそれと一緒だって言えば一緒なんですけど、なんだろう、そのタッチバーっていう、タッチセンサーっていうところから、やっぱりこの Mac のね、こう、ちょ、映ってないけど、トラックパッドとか、そういう風なものの動きを、こう、勝手に頭の中が処理しちゃってるんですよ。っていうのがあるから、その感覚で触ると違和感がすごく大きい。ので、ここはね、ちょっとぜひなんとかしていただきたいところなんですけれども、ここはね、意外といじれるらしいんですよ。そのお話聞いた限り。ちょっと裏話的なところで聞かせていただいたんですけど。で、さっきも言ったのに、PFU さんの中でも、このジェスチャーパッドのところについては、結構悩ましいところだ、そうなんですね。で、今もう一回画面の方行きますけど、左手の手前の左右のキーですね、ここですね、のジェスチャーと、本当はこの縦のところ今ちょっと変えてるからあれなんだけど、ここ矢印キーにしてるんですよ。デフォルト設定だと。だから縦に動かすと、上から下に動かすと、下矢印キーを押したのと同じ状態。上にやると上矢印キーを押した状態。で、何ミリか動かすと1ノッチ動くんで、下から上にズワッてやると5、6個バババッと動くっていうような動作をします。で、それがうまいことハマればね、使いやすいと思うんだけど、これもなかなかね、微調整がすごく難しいので、っていうところなんですけど、で、ここに矢印キー割り当ててるのはなんでかっていうと、これ今僕のは日本語配列キーボードなんで、今上のキーボードのところの右下のところに矢印キーがあります。が、英語配列の HHKB は、この矢印キーがないんですね。で、どうするのかっていうと、この FN1 を押しながら、この上にある、どこだったっけな、P と PL のあたりかなのところに上下左右のキーが割り当てられているので、カーソル移動は FN1 をしながら、カーソル移動、上のボタンを押すっていうようなことをしないといけなかったんですけども、それを解消するために、ここのジェスチャーパッドに、まあ半ば強引に割り当てたというふうに言ってました。なので、この辺がね、まだまだ改良の余地というか、そういうのがあると。で、やっぱり、PFS の中の人も、このジェスチャーパッドに関しては、やっぱりこの Mac とかのトラックパッドとか、そういったところの、そういったものに近づけたいというふうな思いはあるみたいなんですけれども、まあそこがなかなか難しい、調整が難しいということだそうでございます。ので、私は、あえてここ、ショートカットキーを割り当てました。と、例えばここ。下から上。キーボードの左側面を下から上にやってやると、これショートカットになってました。コントロール P。さっき言った、印刷を割り当ててます。なので、文書作成とか、文書改訂とかするときに、必ずマウスを触りながら、ショートカットキーを駆使しながら、こう文書を改訂していくわけですよ。で、途中でまあ文書を打ったりして。やっていくわけなんですけど、基本的にマウス操作をしながらっていうことをやるんですけど、最終的に印刷するときにコントロール P っていうのがさっき押しにくいって言ってたんですけど、もうここに割り当てることによって、右手をちょっと左にずらして、小指でスッて上に上げてあげると、なんと印刷の画面が出てくるという風な設定にしております。これね、めちゃくちゃ便利。めっちゃ便利でした。だからね、ショートカットを割り当てた方がいいと思う。今現状の段階では。で、もう片方、今度は上から下に下ろす
操作で、これが Alt F4 というショートカットキーを割り当ててます。この Alt F4 何かっていうと、アプリを閉じるっていう操作です。なので、まあいろいろ操作してて、あ、OK ってなったら、小指で上から下にスッて下ろしてやると、アプリを閉じることができます。これもね、使ってみるとすっげえなんか気持ちいい。気持ちいいです。で、この Alt F4 をハッピーハッキングキーボード上で再現しようとすると、Alt と F4 なんだけど、F4 はファンクションキーを押しながらじゃないとダメだから、押すキーが3つなんです。Alt、FN で4。こういうキーを押さないといけないんですよ。こう、指こうです。めっちゃプルプルします。っていう、閉じるっていうショートカットを無理くり使うか、もうマウスでバツを押すか、になってくるんですよね。まあ、マウスを右手に持ってるからバツ押しちゃいいんだけど、これを左手でスッてやって閉じれるっていうのは、めっちゃ気持ちいい。これはね、ちょっとショートカットマニア的な私だからかもしれないです。はい。ということでですね、私のカスタマイズとしては今のところこんなところになっています。ジェスチャーパッドのね、左右は使いやすいんですよ。小指でこう打っていながら小指でこうやって操作できるから。で、ちょっとね、小指だと反応悪かったりするんで、なんか難しいところなんですけど、ただね、手前はね、本当になんか手がいかない。本当に手がいかない。こうやって打っていて、まあ、親指がね、スペースキーのとこ行くんですけど、ここから、ここまで行かないと、横にできないんですよ。で、何かを割り当てるとしても、ショートカットキーになるんで、だとすると、ショートカットキー打てばいいよねってなるんですよ。だからね、縦スライド、特にこっちですよね。こっちに関しては、右手マウスだから、この右半分、のキーを使うショートカットに関してはここに割り当てるとすごく僕は楽に感じました。左手前もまだ使えるかもしれないですね。今は矢印キーにしてて、しかも使ってないんですけど、何かしら使えるかもしれないけど、今んとこ満足してます。特にね、思いつくものがないの、ここに割り当てるキーが。もう大体揃ってるの。印刷、閉じる。で、コピーとかペーストとかもうそもそもコントロール C とかコントロール V だし、コントロール、なんだろうな。まあ、あと3つのキーを押すものですね。コントロールシフトなんとかとか、コントロールオルトなんとかとかっていうショートカットがあるっちゃあるんですけど、まあ、そんだけ複雑にしてるからにはあんまり使わないキーなんですよ。機能なんですよ。だからね、ここがね、難しいところでございます。ぜひ、皆さんね、もし買った方で使っておられる方おられましたら、ぜひ何を割り当てられてるか、教えていただければ幸いでございます。そんなところかな。はい、ということでございまして、いかがでしたでございましょうか。HHKB スタジオの中の人から T シャツいただきました。全然なんだろう、商品提供とかじゃなくて、本当にただいただきました。本当にありがとうございます。で、あとは、キーアサインですね。一般サラリーマンの私がどのようなキー配置にしているか、まあオフィス系のソフトをね、使うときにこういう風なものを使ってますよという一例を皆さんに共有させていただきました。はい。なので皆さんもぜひこういうのを割り当ててみたらどうかなっていうのがあれば教えてください。で、何かね、改善の要望とかあればね、どしどし多分 PFE さんの X のアカウントとかね、いろんなところに書き込んでいただいていいんじゃないかなと思うので、みんなでこの HHKB 界隈を盛り上げていきたいと思っております。また何かキーアサインで変更したりしたら動画にして皆さんにお伝えしたいと思いますので、ぜひお楽しみに。それでは、じゃあの。長いこと喋ったなぁ。